それでは聞いてください。解けた太陽、とろけた魔法。雪質日本一って歌ってる場所で生まれたっていうことを話したんですけど、その時まで雪積もってなかったんですね。でついに今週積もったなと思ったら、僕あんま寒いの得意じゃないんですよ。なんか雪は好きだけど寒いのが得意じゃなくて、さっき言ってた寒暖差アレルギー、多分あれ僕該当するなって後ろで思ってて、なんかめちゃくちゃ痒くなっちゃうんです僕。だからもう寒いのは嫌いなんですが、雪が降ったのはすごい嬉しいなっていう前回のスタジオライブからの報告でした。はい、で冬、僕の中で冬といえば、僕が高校生の頃に、実家犬飼ってるんですけど、犬の散歩してる時に夜ですね、僕結構なあれ歌ってたんですよ夜。それでも7時、8時ぐらいなんですけど、歌ってたらもうめちゃくちゃ知らないおじさんにめちゃくちゃ怒鳴られたっていう思い出があって、もうそれが僕の中で冬の思い出なので、なかなかね外でもう歌わなくなったんだろうなって思いきや、もう今でも歌うぐらい外でも全然歌っております。冬でも僕の冬の思い出、冬になったらもう毎年思い出すやつですこれ。はい、では、次の曲に参りたいと思うんですが、ちなみに明日ですね、12月19日、明日、クリスマスライブ、行います。デモンさんで行います。で、僕出るとこは、12時半からスタートの枠なんですが、予定されている4分の3は僕出るんですよ。なかなか僕に興味ない人は苦痛な時間かなと思うんですが、ね、いっぱいいろんな人も出るので、ぜひ明日お越しいただければと思います。よろしくお願いします。はい、それではいろいろね、最初からバラードが続いて、ちょっと眠たくなってしまう方もいるんじゃないかなと思うんですが、最後の曲もバラードです。それでは、最後の曲、聴いてください。白い恋人たち。I'm
Yeah.